至って簡単です、表面の部分の素材をここスエードですね、このスエードの部分を毛並みとは逆目に取ってこうですね、ブラッシングするようにします。この時にこのタングの部分ですね、こういった部分もしっかりとやるといいでしょう。今回はこの中に関してあまり泥ないんで靴紐を外しませんが、だいぶ汚れがひどい場合は、靴紐も外すといいと思います、ね、さっきここについてた汚れをこれから落としてます。あとはかかとの部分についてた汚れですね、これもだいぶこのように落ちますんで、あとかき出すブラシです。あとこのワイヤーの部分なんですけど、これがですねこの横の部分ありますね、ここを私たちはあのランバーとかミッドソールって呼んでるんですけど、ここの部分の泥、これを落とすためのブラシになってます。こういうふうに落としてもらうと横の部分のゴムの部分も比較的落ちやすいです。はい、であとはここの部分ですね、ここの部分が、素材だとヌバックとかスウェード系のこの革ですね、ここの部分のさらに細かい、砂、こういうのをかき出すためのブラシになってます。